こんにちは。今回の妖怪ウォッチプニプニは映画妖怪ウォッチの動員数480万人突破記念として映画妖怪連動ガシャが復活したのでこれをやっていこうと思うよ。前回の映画連動ガシャの時は欲しかった閻魔大王が出なかったもんな。そうなんだよね。だから今回はそのリベンジができたらいいなって思って今までせっせと貯めていた10万は今ねえよ泣きながら使ってガシャを引いてみたよ。なんで泣くんだよ。で、結果はどうだったの？それを今から見てもらおうっていう話。そうか、じゃあ早速見てみようぜ。うん、そうだね。さて、じゃあ早速ガシャを引いていくよ。今、Y マネーが10万5000あるから35回回せるなって。今回は何回回すの？もちろん全額投入に決まってるじゃないか。最近友達になったみんなと人玉を交換し合ってめちゃくちゃプレイしまくってた回があるってもんですよ。それこそ取り憑かれたみたいにやってたもんね。妖怪だけに取り憑かれたみたいにな。どうもな。もう演出の時点で残念だもんな。クワの武士か。こないだクワが大将を合成するのに使っちゃったから、まあこれは良しとしましょう。まだならぬ気配を感じますね。お、ワルニャンは初めてじゃない？そうだね。まあいらんけど。なんてこと言うんだよ、ワルニャンかわいそうじゃねえか。まあでも妖怪大辞典のコレクションが増えたからいいね。精一杯のフォローね。このヘコキ野郎何回出てくるんだよ。前回のガシャ動画にも出てたわよね。ヘコキシンと天の弱はテンションが下がるな。マリサ、それに関しては大いに同意だよ。スキルンジャカー、必殺技が組整理系だから、フィーバータイム発動系の星獲得ミッションには使えそうだよね。さて、どんどん行くよ。話に出たと思ったら案の定出たわね。ガシャで出るとマジでテンション下がる妖怪の一つだな。さて、気を取り直していきましょう。力を感じるでみせ。お、これはちょっと嬉しい。とどろき石集めてるの？最近はアイマネー稼ぎパーティーを強化してるから、ちょっと嬉しいかな。楽しみでみすね。お、映画限定の冬なんだ。これは初めて出た妖怪だな。そうだね、ちょっと流れ良くなってきたかな。今回は何を狙ってるの？それはもちろん閻魔大王だよ。レベルマックスにした時の攻撃力705はやっぱり魅力だもんね。友達にも閻魔大王をリーダーにしている人が何人かいるんだけど、いつもそれを羨ましいなって思って見てるからね。アプリのガシャはハマると泥沼になる気持ちもわかるよな。そうだね、中毒性がかなり強いよね。こないだもゲオの入り口にあった妖怪ウォッチのメダルのガチャガチャで、どうしてもジバニャンの S が欲しくて回しまくってたら、気がついたら中身なくなるまでやっちゃってて、我に戻ってから激しく後悔したね。ポコニャン、何の話だそれ。いや、こういうガチャガチャとかにめちゃくちゃムキになっちゃうって話。お前ギャンブルで身を滅ぼすタイプだな。ギャンブルは全くやらないけど、やったが最後、確実に破産する自信しかないよ。そんなこと自信持つことでもないけどな。でまた仕切るんじゃかよ。今回もなかなかの渋さよね。S ランクが1個も出なかったりしてな。10万使って S ランク1個も出なかったらアンインストールしやすくなるわ。このシリーズも終わらせやすくなるよな。2人とも縁起でもないこと言うんじゃないわよ。またクワの武士か。二体目はいらないよー。そもそもクワガタ虫嫌いなんだよね。腹がゴキブリっぽいから。それクワの武士関係ねえじゃねえか。今のところ、全くいいとこなしね。霊夢、いちいち嫌い現実を再確認させなくていいんだよ。お、トドロキッシュは嬉しいです。とは言っても最近は代わりにデビビラン使ってるから、どうしても欲しいっていうことでもないんだけどな。トドロキッシュもデビビランも、必殺技が攻撃力アップだもんね。だったら S ランクのデビビランの方が伸びしろがあるか。S ランクだ。第一志望ではなかったけど、とりあえず S ランク妖怪が出てよかった。キャッチ姫って言ったら、最大 HP が733だから、パーティーの体力を上げるには使えそうだな。この妖怪も必殺技がプニ整理系ね。何にせよ、新しい S ランク妖怪が手に入って嬉しいよ。マジで流れが来始めたな。この流れで閻魔様をよろしくお願いします。超経験値玉、妖怪ですらないという。まあ、S ランク出たすぐ後だしね。これは仕方ないでしょう。力を感じるでみ
タグはもういいって。これが出るたびに心折れそうになるな。これってスキルレベルマックスになったらガシャで出なくなるのかな？どうなんだろう。でも、そうだとしたらバトルをたくさんやって、スキルレベルマックスの妖怪を増やしてからガシャを回した方が効率がいいってことに。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、ちょいついに出ちゃったよ。おお、落ち着けよ。とととととりあえず取り乱しちゃダメよ。ここれは取り乱さずにいられないよ。いやー、めっちゃ欲しかった妖怪がついに出ましたよ。頑張って10万も貯めた甲斐があったな。そうだよ。途中何度もガシャを回したい衝動に駆られながらも、我慢して貯め続けた甲斐があったってもんだよ。もうこれで今回の目標は達成しちゃったんじゃない？ぶっちゃけて言うとそうだけど、せっかくなので最後まで回していこうと思うよ。でもさ、さっきの百姫も、閻魔大王もそうだったけど、ありえないでウィスーの時に出たよな。そうだね、その演出の時は、必殺の秘伝書か S ランク妖怪が出る演出みたいだね。ウィスパーのカットインが金色の時でもたまに A ランクとか出るのにね。あれはマジでがっくりくるよ。金色のカットインが出て、絶対に S ランクだと思ったらデビビルだった時は危なかったよ。危うく iPhone へし折りそうだったもの。いちいちバイオレンスな発想ね。いや、でもその気持ちわからんでもないぜ。こないだ麻雀してて、最後の捨て牌でしかもペイだったのにそれでロンされた時は、マジで対面のやつに殴りかかる寸前だったからな。しかも自敗の短期待ちだぜ。それはひどい話ね。自敗の短期なんて人間のすることじゃないわ。ああ、悪魔の所用だと思ったぜ。しかも倍満だぜ。泣きっくらに8ね。マリサマージャンなんてするんだ。めっちゃマージャン好きだぜ。てか何の話やこれ。ああ、確定演出かと思いきゃそうじゃない場合があるって話な。だいぶ話がぶっ飛んだね。そうかな？似たようなケースだと思って話したんだけどな。似て非なる話だね。言ってたらまたデビビルだよ。まだ金色のカットインじゃなかっただけいいだろ。それにデビビルは使えないけど、合成してデビビランにすると途端に使えるじゃない？霊夢、それは遠回しにデビビルが全く使えないって言ってるのと同じだよ。世の中にはオブラートに包んだ方が傷つく言葉もあるよな。デブをぽっちゃりと言ったりとか、ハゲ多すげと言ったりとかね。いやそれは普通に万国共通で傷つくと思うけど。っていうかどうしてもガシャ中は話がブレがちになっちまうぜ。特に今回は目的の閻魔様が手に入っちゃったからね。目的にもすでにかなりお腹いっぱいな状態だよ。お、でも封印は初めて被ったんじゃない？そうだね、スキルレベルが2に上がったね。さあ、残り3万3000だから、あと11回ガシャが回せるね。ガシャも35回も回すとなると、結構な尺になるんだな。うん、そう言われてみればそうだよね。スネスネークか、意外とこの妖怪は初めて被ったんだな。この妖怪の必殺技はアイテムを落としやすくするというものなので、戦闘というよりはサポート要因だね。今でちょっとものすごくかわいそうなこと言わなかった？何か？なんだろうこのクールダウン感。閻魔が出て以降全然熱い展開がないな。もしかしたらあれで全ての運を使い果たしちゃったかな。どうやらそのようだな。そのようね。マジでそんな気がしてきたわ。いや、そんな気持ちで負けてちゃダメだ。もう一個閻魔大王を出す勢いで回していくよ。普通に普通だな。映画連動妖怪の中でも一番いらないやつが出たわね。霊夢、まあまあ。だから、天の逆はやんちゅに。めっちゃ出るなこいつ。ほんとたまらんよ。完全は今ねえ返せ。言いたくなる気持ちもわかるわ。とどろきっしか。まあ、悪くはないね。HP は高いので、スキルレベルが上がればデビビランと交換して使えるかもだし。勇ましい族だから武士ニャンや生ハゲとも相性いいもんな。そういうことだね。連続とどろきっし。ちょっとこれはびっくりしたな。おお、スキルレベルが上がった。これでスキルレベルが2のデビビランと同じになったんじゃないかな。ワイマネー稼ぎに使えそうだな。そうだね。そういえば、こないだスイカニャンが欲しくてファミ通アップの26号をついつい買っちゃったよ。あんたどんだけプニプニにハマってんのよ。いやー、昔からハマると凝り性だからつい。本気すぎるだろ。ちなみにコロコロコミックの2月号も買ったからね。マスクドニャンが付録でついてくる号ね。そうそう、近くの本屋で売ってなかったからアマゾンで取り寄せたよ。気持ち悪いくらいマジだな。いや、でもスイカニャンはめちゃめちゃ使えるから、本を買った回は12分にあったと思うよ。スイカニャンってそんなに強いんだ。強いっていうか、必殺技が全体攻撃だから、リーバージにめちゃくちゃスコアが伸ばしやすいんだよ。あ、そういう感じなんだ。うん、
それに関しては、Y マネーを効率よく稼ぐにはどこでやるのがいいか、ってのを次回やろうと思ってるよ。って話してる間に最後のガシャになっちゃったね。最後お願いしまーす。まあ現実なんていつもこんなもんですよ。ヒーローは遅れて登場するんじゃなくて、そもそも登場なんてしないのが現実だもんな。マリちゃんはなんでそんなに心がすさんでるのよ。ちょっと感慨。ってな感じで、今回は映画連動ガシャの復活ということで、虎の子の10万を使い果たしてガシャを回してみました。まあでも、やった甲斐はあったんじゃないか。そうだね、なんせ出ましたからね、閻魔大王様がね。上位中在庫だったな今の。ちなみに、すでに必殺の秘伝書を使ってスキルレベルを2にしたからね。必殺技の演出はこんな感じです。おお、カメハメハ的な感じね。すべてのプニを消すという強力な必殺技だよ。今日はこれから閻魔大王のレベル上げに勤しむことにするよ。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。皆さん、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくなんだぜ。なお、ポコニャンの限定メルマガに登録すると、ポコニャンの動画など、最新情報やお得情報がメールで届くわよ。気になった方は、ぜひメルマガ登録をしてくださいね。チャンネル登録は左側をクリック。メルマガ登録は右側をクリックするんだぜ。スマホ、タブレットの方は、動画の概要欄にリンクを貼っておくので、そちらをタップしてね。それではまた、明日の動画でお会いしましょう。この次も、ゆっくりしていってね。